インスタリアムの延長線上っていうのは株式会社じゃなくてこれからあれなトークン会社っていうのできんじゃないのあ,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 あそこはガラッと変わるねあれは変わりますよ、ね、変わるうん証券とかその,あの、まあ、ファイナンスっていうのが暗号システムのブロックチェーンのキラーアップだからそれでまず広がると思うんです、うん、ただ今ネットであもうビデオも見れば あの車のコントロールまで全部やってるのと同じで、うん、今想像できないようなアプリケーションはそのインフラの上にどんどんこれからできてくるっていうのは絶対あると思うんだよね。うんうん、伊藤浄一さん JOY といえばクリプトってイメージがめちゃくちゃあるんですけど僕も最近クリプトの投資を少しずつ始めてるんですがまずそこからお話を伺いたいんですが。 最初はあれですかあのー、クリプトは、まあ、暗号資産ああもしくは暗号通貨または今ですね NFT も含めてに関わってはどのくらい前からですか結構で、ね、90年代前半だからウェブの前だよね90年代前半インターネットができた頃プライバシーとかセキュリティが好きだったからああいうハッカーの会議とかよく行ってて。 でサイファーパンクスっていうメーリングリストがあってそこでみんな暗号のの未来を語ってたの、うん、で例えばそのイギリスとフランスの間にあの第二次世界戦争のエアクラフトパッドみたいな,なんていう基、うん、キッチンみたいなのがあってでそれ乗っ取ってあの独立宣言したやつらがデータセンター作ってそこに僕投資したり、うん、あの結構ねそういう変なちょっと怪しいクリプト系の人たちとずっと好きで遊んでて。うん でそいつらの中からその今のプルーフ・オブ・ワークっていうあのビットコインのコアになっているその方式があれはあのスパムフィルターで最初使おうと思った結局そのあのメールを送るのにコストがかかるようにどうしようかっていうところから発想が出てたりでその頃僕もは匿名のリメイラーだとか、まあ、自分でもそういうのいっぱいやってたので,でそこから90年代の中旬ぐらいに結構電子決済にあのすごい興味があってで日銀とかといろいろ話してて日銀の。 電子決済結構やってたあの中村隆夫君っていうのを僕引き抜いてで彼と一緒に90年代中旬にデジタルキャッシュっていう本を彼と一緒に書いたのねでこのその時は e ゴールドとかマンデックスとかねちょうどその頃一回盛り上がったの,あのデジタル暗号通貨っていうのがこれからはデジタル通貨だっていうのを96年7年一生懸命やってたのね。 でちょっと早かったの実はウェブの方が伸びたんだけどちょっと早いでもその頃僕らが僕のネオテニーって会社で設計したブロックチェーンみたいなの作ったので今でもそこから出てきて電子署名のやつがあの今ヨーロッパので電子決済の中央銀行のやつやったりいろいろ発展してるしでそこに繋がってたやつらがビットコインとか作るんだけどもだから僕8割ぐらいまでできてたの2000年の前半頃。 だけどそれででも結局来なくて「なんだダメだった」って言って一回離れたそして MIT に行ってで2014年ぐらいにもう一回ビットコインが結構いいいい音してきてたで僕の学生でビットコインハマってるやつらがいてじゃあやろうかっていうので確か2014年に MIT Digital Currency Initiative っていうのをやってたまたまその時ビットコインがあの財団があって。 ひっっっくり返っちゃったので財団がそのビットコインの一番の,その管理者、うん、メンテナーとかコアのメンバーたちがお給料払ってたんでひっくり返っちゃったの。うん、か僕がいろんなお金持ちからあのお金集めて大学に母体作ってビットコインのだからコアをど真ん中を MIT に持ってきてで MIT でそこを始めてでそこも中央銀行とかやりながら結構やってたんだけどもただこれショックだったんだけど僕は中央銀行とか政府の仕事してたし大学にいたから。 ここで儲かったらまずいなと思ってその僕が暗号通貨関係のいろんな会社の株とか暗号通貨そのもの全部売却して全くこう利害関係がないようにピカピカにしたのね。<Wow. S 2> であれ取っとけばね結構で、ね、今全然違うんだけどまあいいやそれでそれでそれをずっとやって MIT やめてこの最近今度 NFT とか Ethereum とかが盛り上がってで僕ビットコインやってた時はちょっと Ethereum ってうさんくさいから。 嫌いだったんだだよねだからどっちかっていうとビットコインメインでやってたんだけどもイーティーリアムの方がやっぱりこの上のレイヤーがイーティーリアムって結,結局あれソフト書きやすくしてるからセキュリティは全然ビットコインより甘いんだけど、うん、でもソフトウェア書けるから面白いことできるんだよね。うん、だからそういうういい意味で言うと、e um、の方がコミュニティは充実していて、うん あのやっぱりこのレイヤーも見なきゃいけないよなっていうので最近はそのイザリアムとか NFT 関係をまあちょっとまだうさんくさいバブリのものいっぱいあるんだけどもただ根っこにはかなり革命的ないろんな新しいものが出てきそうなんで結構盛り上がってる単純にいわゆる暗号資産として儲け話の一つがビットコインってイメージを持ってる人すごく多いじゃないですかテクノロジーは別にしておいてで NFT はこれからどうなるのっていう,うん、うん、ビューっていうかこう何もないっていうふうに 見てる人も多いんだと思って一般の人から見るとね僕なんか見るとイスタリアムの延長線上っていうのは 株式会社じゃなくてこれからあれなトークン会社ってもできるんじゃないの？絶対絶対もうできる。うん、株式市場のけトークン市場はトークン扱ってるだけじゃなくて、うんうん、例えば転換社債をトークンに紐付けて資金調達する会社が上場してる状態っていうそういうふうに多分なっていくんだよねとそのもう株式会社って二十世紀にやってたそれっていう,そういあそこはガラッと変わるね。 うだからもう完全にもう何前やってたんだっけみたいなレイヤーっていっぱいあると思う今まで紙とかこ,うこうなんかこういうことやってたやつらでだから一時使用だから NFT の当たり前の使い方ってそれだよね。その株券だとか社債、うん これはもうあの激しく変わるし、うん、あの電子メールってインターネットのキラーアプリケーションだったよ電子メールがすごい便利だから世の中がすごい太であれがあの前って紙だったじゃない。うん、もう想像できないよね、うん、電子メールの前の前紙 それと同じで、多分その証券とか、その、あの、まあ、ファイナンスっていうのが。暗号システムのブロックチェーンのキラーアップだから、それでまず広がると思うんだ。うん、ただ、今ネットで、もうビデオも見れば、車のコントロールまで全部やってるのと同じで。今想像できないような、アプリケーションは、そのインフラの上にどんどん、これからできてくるっていうのは絶対あると思うんだよね。だから、あの、意外と、それってスピード早いじゃないですか。結構早い。うん、例えば、結局、紙のメールがなくなって、手紙がなくなって、メールになるのに、これは三十年ぐらい。 かかってんでだけど今度ねそのいろんなこう新技術のスパンっていうのはもっと短くなりますよね過去の技術を完全になくする多分。やっぱりお金を扱ってるプレッシャーがなんかやっぱりそのガスを踏んでるよね、うん、結局すぐお金に変わるから決断が早いよね、うん、あとはその国民もメールするとちょっと世の中が便利になるのと。 これを使うとお金が楽になるのって全然人生のインパクト違うからね。うん、すごい来ると思う。でもその割には結構メディアでは話題になっているなんです。うん、これも日本っぽいなと思って。ジョンはね、しかも結構あのニュース解説で間違ったりしてるんで。そう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 ,そう,そう,そう相当面白いんだよねこれ。この状況ってでもあとはいえまたこれねその戦闘走ってる人たちで儲かるっていう風になっちゃうじゃないですか。それもまたやらしいなと思うんだけど。そう。でねこの 見てて思うのは1年前は NFT とかエス r e u、um、ムとかやってる人たちは一生懸命自分たちをアピールしてあの広報活動してたの、うん、でみんなに説明してたので今はもうこの h ス r リ u ムのコミュニティがあまりにも強くなっちゃったから、うん、もうわざと置いていってんの。 だから自分たちの言葉を作ったり<ー>自分たちの仲間を作ったりでもうみんなに説明しようとしてる人たちはほとんどいない<ー>で,で何が起きてるかっていうとこの分かってる10%と分かってない9割がぐわーって今離れようとしてるでこう置いてけぼりにされちゃった人は結構ねあの辛いと思うだ,だってこの波の後ろからこう追っかけてるような感じで<ー>なかなか追いつけない僕でも結構いろんなコネクションもあるし今までの,なんていうの,そのやってたんだけども多分自分の時間の8割ぐらいを。 半年ぐらいかけてやっとなんかこう見えるとこに着いたけど普通なかなか行けないとはまあとは言いながら情報そのものはそんなにないんだけども新しい情報が多いのなんか今ねイテリアムのもう24時間放送とかできちゃうんだよね今度もう提案書見たんだけどそのぐらいニュースがある。 でもそんなの普通の人できないよね今全部やめてそのニュースだけででももそれも全部英語でしょだからさつらいよねだんだんこういわゆる日本語だけしか喋れないフランス語だけしか喋れないドイツ語だけしれない、うんうん、結構多いじゃないですか、うん、実はあのドイツ語のもフランスもみんなついていけない、うん、だけどそのインドだろうが韓国だろうが中国だろうが、ね、英語のできる連中がガンガンついていっちゃうっていう、うん、そういう意味ではこうなんか地球レベルで、ね、英語がな 分かっていて、かつ、最新のテクノロジー、その、おお、しかもお金にまつるテクノロジーですよね。それは分かっている人たちと、そうじゃない人たちの、未来的資産。それこそ、全然違うんでしょうね。だから、これって、さ、隠すもんでしょうし。それに対して、こう、I. T. って、なんていうんですかね。対処の方法あるんです。あ、持ってるんですかね。まあ、これもなんか青、マッチポンプって言われるから、嫌なんだけども。今回、やっと、やっぱり、そろそろ気をつけなきゃ、あの。 置いてかれちゃうイノベーションだからさっき日本企業は何すればいいかって言ってたけれども今僕は NFT とか Web3 だといっぱい情報があるけれどもすごい早い変化なので,であんまり技術は難しくないの例えになるんだけどそのソ,ソリディティって言ってそのスマートコントラクトの言語があるのでそれは h t b l よりちょっと難しいけどそんなに難しくないのただできる人いないので学校では教えてないの。で前 Web ができた時ってホームページ作るやつがいなかったからすごい 価値が高かかっったたしそうそうで一瞬いなかったのね、うん、それが今ね NFT のエンジニアっていないのですごい儲かるのねで本当はさっさとそこに行っていろいろ作ると世界的な会社でもできるしあと結構このファンのマネージメントがあのキーなのねこのやっぱりコミュニティが大事なんですよこの NFT の裏とか。でそのファンのマネージメントって日本はうまいんだよね。出版社もそうだしあの 音楽もそうなのでだから日本でファンンののマネジメントのシステムを作って海外に輸出だからやっぱりゲーム会社もそうじゃないで音楽もそうだし文化もそうだしそ,のそういうところを技術的に表現するっていうのって結構日本うまいんで、うん、それなんかチャンスだからやっぱりプレイステーションの NFT バン今日本から発信できたら面白いなと思うんだけどね。NFT って言ってもう一つだけ聞,聞かなきゃいけないのは CBDC はどうですか日本は、うん、あの意外と僕は。あのニフチギンって結構 他の中央銀行に比べてもいいとこ行ってんじゃない。かと思うんですけどいや、めちゃめちゃ優秀なの。日銀の中の技術のレベルってすごく高いので。うん、で、今、あの、あの、京都に行ってる、あの、岩下さんなんかも最高だし。うん、で、世界でも、やっぱりね、海外の中央銀行よりは全然進んでたの。で、今でも、結構いいと思うのね。だから日銀は、僕、すごい期待してるし。 でアメリカの,あの連邦銀行は僕が作ったチームが MIT でやってるね。うんうん、でこれは中身あんまり話せないんだけども結構面白いことする今度。だからそこは期待してほしい、ね、あとねヨーロッパはヨーロッパなりにあのそれもで、ね、実はあの一部は僕の元チームがやってるんだけどもそこはねまた違う発想で。 そそそののキャッシュ作作り方作っててれれはそれでまた面白い実験みんなちょっとずつや違うやり方していて、うん、で中国はでもね僕ももうちょっと情報欲しいなと思ってるんだけども今中国の人と話すると24時間全ての自分の資産を勝手に動かせる。 で例えばその WeChat の自分の資産をネットに入れると決済全部タダなんだよね。で銀行から移してくるのもタダで銀行に戻す時だけお金かかるんだけどもでも,もう株太郎が何だろうが24時間自分で勝手に動かせないものがないっていうのが普通の生活なんだよ。 日本だと銀行あの夜中だとなんかできない決済とかさなんかすごい遅いじゃないでだから中国がカード会社とかそういう利害関係者も押し出しちゃって全部ベンチャーにやらせちゃったから IT 企業にやらせちゃったからすごいいいのねでそこの国民のこの感覚を,をサーブするように中央銀行の CDC やったんだけどもこの間あの中央銀行やるのでそのビットコインとか全部ブロックしたじゃない。最初何が起きたかって面白いのは中国で そのちゃんと視点持ってるところは全部ブロックされたんだけども、うん、そのやっぱりこのあのクリプトが面白いのはあの d f i って言ってもう会社にもなってない勝手にアルゴリズムがマーケットメイキングしてスワップするところがあるからそういうところにお金を動かせちゃうのねでそこは 法人も何も何なないいから規制できないよねそうするとそのネットで見てると面白いのは中国が規制したら中国人はそれは全部中国のちゃんとした銀行にお金移してたんじゃなくてブワーって逃げてこういう怪しい d フ f i のところに中国のお金ブワーッて入ってガッてああの価値が上がっちゃったのでだから全部ね逃げちゃったんだよねその,そのまあどのぐらい続くか分からないけど一瞬。そういう意味で言うとその中国のこうやって規制してるのはもしかしたら。 そのクリプトの環境にとってはすごい実はプラスになってるんじゃないかなっていう仮説もあるなるほどね面白いなでも中国の CDBDC デ然テル人民元って基本的にはその国内の中であの流通させるだけじゃなくて本質的には、うん、あの国際決済に使いたいっていう意図がすごいでかいじゃないですか,、うん、アアかとりあえず、うん、ウズベキスタンとか、うん、中央アジアの、うん、いわゆる資源の決済に。うんうんうん もうあ仮眠じゃなくてさデジタル人民元でやろうよと、うん、っていう感じで始まっちゃってるっていうところがまた怖いというかこうそう,、うん、そうか中国の人民元がデジタル化することで結局派遣通貨になる可能性が高いよねっていうところもあって見ででですすよよよねね、うん、これからある意味注視<や>しななきゃいけないけ、うん、と思いますよ、ね、ででそれがいい感じでアメリカとか日本にプレッシャーかけてちゃんとやれ っていうのになるのが、なったらいいなっていうのと、あとシンガポールがやっぱりね、強いんだよね。シンガポールも、あの、あそこも、あと中央銀行と金融省みたいなの、全部一緒になってて。で、シュベンデューっていう、あの、元シティバンクの、すっごいできるやつがトップにいるから。あ、あそこがね、中国とアメリカの間の工場、うまくね。なんかね、やっちゃうんじゃないかなっていうのはあると思う。なるほど。 えー、せっかくの「あの伝説の」っていうと過去の人みたいですけどもいわゆる名前は知ってるけども姿を見たことがないジョイということで今日来ていただきましたんで、はい、秘密にしててることを何か教えていたただきたいとまず実験中なのであの秘密、まあ、秘密は秘密なんだけども今何の実験してるかっていうと。